しょうもない暴露のコーナー、えー、しょうもない暴露のコーナーがやってまいりましたちょっとネタっぽいのがねたくさん送られてきておりますが今宵もアーシーチャンネルのしょうもない暴露行きたいと思いますチャチャミンさん女性四十一歳の方からいただきました 以前、大阪のショットバーで飲んでいると、隣におしゃれなおばさまが来られ、よく見ると、吉本新喜劇の末成由美さんでした。末成さんは、カバンからタッパーを出して、自家製のぬか漬けをいっぱい食べてやーと、周りの人たちに配っておられました。私もいただきましたが、すごく美味しかったです。おきれいですねと言うと、ぬか漬けのおかげかしらとおっしゃっていました。 ぽ <laughs> いなでも末成由美さんっぽいねうんうんうんこれがだから本当なのかだからもうネタでもいいからねとは言ってますけどねこういう芸能人を街で見かけたらこんなことをしていそうみたいなのでもいいので、はい、続いておとぼけさんからいただきました49歳自営業の方ですね78年前六本木の蔦屋がある交差点で 上下白のジャージを着て手に杖を持った内田優也さんを見ました。内田さんはなんで赤なんだよと大きな声で赤信号に切れていました。なんで赤なんだよロッケンロール。いや、私も内田優也さん、上下白のジャージを着て蕎麦屋で会ったことあるんで、これは本当でしょうね。私は麻布十番で会いましたけど、ロッケンロールと言ってなかったけど、いつも言っちゃうよ。 ますやっぱ内田祐也さんを見,見かけて話しかけられるもう背筋がシャーンとしますよねかっこよかったななんで赤なんだよ,んだよ <laughs> 言ってそう言ってそうだなベベちゃん女性36歳の方からいただきましたうる覚えなのですが10年ほど前だったと思います極楽とんぼの山本さんを江ノ島のパンケーキ屋さんで見かけました そのパンケーキ屋で働いている様子で、そこのスタッフの女の子と店の前でお客さんの呼び込みのようなことをしていました。終始楽しそうにニコニコしていました。あ、これは本当ですよ。これはしょうもないとちょっとね、言いづらいですけどね。これはね、本当にやってたんですよ、山本さん。あの、謹慎期間中にかな、まあ、いろんなこう、 お仕事をされている中で、江ノ島屋のパンケーキ屋さんは実際やってましたね。うん、なので、これは本当だと思います。売る覚えじゃないです。しかもちょうど10年前ぐらいですからね。<laughs> 本当のもあるんだな。そうなってくると。山さん、謹慎長かったもんなあって。お寺の後じゃないですよ。お寺の前ですね。続いて、異次元の。 豚バラさん、男性30歳、バーガーショップ店員さんが言った、ね、菊池亜美さんを水族館の深海魚コーナーで見ました。そこにいるすべての魚に気持ち悪いと言って雰囲気を悪くさせていました。<laughs> ああ、これは異次元の豚バラさんははがき職人の方ですもんね。これは、まあ、でも菊池だと言ってそうってなるね。しょうもないね。これぐらいが 嘘か、本当か、わからない。これぐらいがいいよね。キムダイさん、男性36歳、会社員の方です。20年ほど前、修学旅行で東京に行った時のこと、渋谷駅付近で道に迷っているウド・鈴木さんを見かけました。周りにスタッフらしき人はいなかったものの、片手にカメラを持っており、ピンク色のランニングシャツに短パン。 リュックサックを背負って裸の大将のような格好でテレビ番組の撮影をしていたようです、はあ、後日僕の学校では修学旅行に同行してきたプロのカメラマンの方が生徒の写真を撮ってそれを1枚150円で販売するというシステムがありました僕も自分の写っている写真を購入しようと思い貼り出されている教室を見に行くとなぜか宇ド鈴木さんの写真も売られていました 250円でした。<laughs> 一番人気なんだよと、にやけて話すあのカメラマンの顔が今でも忘れられません <laughs>。ああ、なるほどね。これは、ウドさんには入らないからね。ちょっと高い。これもネタっぽいけどな。どうなんだろうな。怪しいな。でもネタでもいいんですけど。 ということで、今日のしょうもない暴露は以上です。どれもセンス良いなぁと悩むね。出たはい、今、アンケート終了しました。出ましたね。ベストオブしょうもないは、はいえー、47%を獲得した菊池亜美さんの深海魚、えーはい、一元の豚バラさんに、RC チャンネルのステッカー2枚。プレゼントしたいと思います。おめでとうございます。 チャンネル登録よろしくお願いします。